僕の中では、ギャンブルは、世界して、投資っていうのは、ちゃんと毎日やれば。カリスマ投資家、テスタさんが教える、投資術。普通の人だと言えないセリフですよ。はい、あの、このタイミングでこれ行ったら絶対勝てるよねっていう。えー、テスタさん、投資とギャンブルの違いを教えてくださいっていう。僕の中では、ギャンブルは、あのー、 勝つか負けるかの長反爆地だけど結果負けるようにできてるみたいなイメージですかね。もちろんギャンブルの中でもその隙をついてポーカーでカウンティングするとかなんかいろんなこの隙をついたら勝てるのはあるけど、まあ、基本的にはギャンブルっていうのは勝つか負けるかわからないけどトータルはどうもとは勝つよねっていうのはギャンブル。 <laughs> に対して投資っていうのはもう勝つべくしてしか勝つべくことをやったら必ず勝てるっていうもので <music> でまああのえー、ギャンブルとはもう似て非なるものというかもちろんギャンブルチックに売買したら同じことが起こるんですけどでもそうじゃないことをやったら本当 まあブラック・ジャックのカウンティングみたいなことができる。それがもういろんな方法でできるから、他のギャンブルとかに比べると、圧倒的にこの、株式投資に対して、ちゃんとしたことをやれば必ず勝てるって言っちゃってる時点で、もう普通の人だと言えないセリフですよね。 いやでも本当にそうだと思うんですよね、もうちゃんとやれば、ちゃんと毎日やれば、その結果は出るんですよね、なので、でもみんなそんな、例えば受験勉強ぐらいやらないじゃないですか、やっぱり、うん、楽して儲けたいと思って入ってくるから、みんな、だからそんななんか、めっちゃ真剣にやらないんですよね、でも、だから、真剣にやったら、でも、勝てるとは思確かしあのこのタイミングでこれいったら絶対勝てるよねっていうのは、やっぱたまにありますよね。 そうですね。まあ、それでも、まあ多分8割、9割とかの勝率までしかなんないんですけど、まあそれでもその8割とかを積み重ね、何回もその8割の場面でしか入らなければ、おのずとトータルでは勝てるので、<laughs> いうのはありますよね。僕は、あの、その、あんまりその日本の株買ってなかったんですけど、 あのヨーロッパの,あの全部ガソリン車やめて電気自動車にしますっていうのを、やっぱちょっと撤回するかもねっていうニュースが出た時点で、トヨタを買ったんですよ。で、それはトヨタ上がるでしょうっていうので、まあ、予想通り上がって、で、そこから下がることもなくっていう。<ー>要するにそのトヨタのハイブリッド技術が、めちゃめちゃ性能良すぎたせいで、そのドイツの自動車会社が、のその性能検査の評価をこの、あの嘘を書いて無理やりこう通すとか。でよあの カリフォルニアとかだと、そのまあ、あのトヨタのハイブリッド、性能良すぎちゃって、もうバソリン車禁止にしようぜっていうので、アメリカの車を買わせようとしたりとかっていうので、そのトヨタを潰すために電気自動車にしてるみたいなのが、各国規制としてあったよねっていうのは、ニュースでも普通に流れてて、うんで、それがあるからトヨタきついよねって言われたけど、それなくしますって言ったら、それ上がるじゃんって、多分普通に考えた人はみんな分かるはずなんですよ。 だからこれは確率に上がるよねで、まあ、案の定上がるっていうパターンと、うんうん、あと自動貸し会社だと、まあ、あのゴーンさん逮捕されたときに、僕、日産買ったんですよ。うん、ではその、ゴーンさんが逮捕されて大変なことになったってなってるけど、ゴーンが好きで車買うやつはいない、ではその日産の自動車を俺、ゴーン好きだから、日産の自動車買うわってやつ、絶対ないじゃないですか。 でむしろゴーンが嫌いだから、日産の車、売るもないから、まあ、幅マで下がるけど、ある程度で戻るなっていうので、まあ、買って、で、あのビビリなんで、ちょっと上がって売って、2000円得しました <laughs> いや、でも、本当そういうことなんですよ、そういう自分があの、まあ、得意分野であったり、自分が分かる範囲で、その兼業というか、そういう人は別に生活費をそこで稼ぐ必要はないから。 そういうチャンスと思ったときだけ投資するとかで全然いいと思うので、そういうのはありますよね。うん、だからやっぱギャンブルって、いや、これは絶対勝つでしょってないですもんね、基本なんかまあ60、60%ぐらいかなみたいなそうですね、やっぱりギャンブルは胴元が持っていくシステムのやつは、どうしたってトータルは勝て,る勝てないようにできてるから、だめっすよね僕、僕はだからギャンブルしないんで、あの競馬もやったことないし、競輪もやったことないし。そうそう カジノ行ってもやらないんで、あ<ー>そういうた確かになん。かそのなんかの、ギャンブルをそのヒリヒリする感じが好きでやる人って結構いるじゃないですか。要は、自分の財産の何パーセントとかをかけるっていう、まあそのあのラスベガスとか海外の話ですけど、うん、っていう感じの、の自分の人生が勝ってるっていうヒリヒリ感自体が楽しくてやっちゃうっていう人いるんですけど、でも、テッサさんって、株でやってますよね、毎日のように。そうでですすねでもヒ、まあ、ヒリヒリする 取引をやったら勝てないんで、やっぱり常にこの、うん、みんなドキドキするような株あのトレードとかやったりしちゃうんですけど多分それドキドキしてるってことはギャンブルなんですよねまだだからちゃんと計算できてないとちゃんと想定内に収まってないからドキドキするであって自分の場合はもうこうなったらこうするって最初から決めてるから、まあ、ドキドキもしようがないというか。 別に、上がる確率が60%で下がる確率40%だろう。上がった時はこれぐらい儲かるけど、お化けな時はこれぐらい損する。でもどっちか、どっちかはまあ60%、40%だなって思ったら、別に60に行ったとて、40に行ったとて、まあ、嬉しいもあんまりないぐらいだし、だから、まあ、どっちでもいいなぐらい、どっちでもいいな、まあ、もちろん60%の方取った方がいいけど、別に40%でも仕方ないと思うし。おー。 ずっっとそれぐらい冷静にやってますっそのその自分の財産の中のパーセンテージで、一番大きいパーセンテージでその投資したのって、何パーセントぐらいまでいったことあります、1メ柄ガルで。二三 2>,、えー、2、30%じゃないですかね、30%ぐらい。30%の時は、さすがにちょっとドキドキしません いや、30%パーの時も、その30%パー入れれるっていうことは、それだけの、あの、自分にとっての自信度と、あの、大型であることであったりとか、っていう、だから、別に30%パーだからドキドキするわけじゃなくて、えー、適切なところが30%パーだっただけだから、だから、<ー>そうですね、それがもっと小型だったら、どうせ20%パーしか入れてないし、結局自分の中でこ、ここが適切っていうところを入れて、 でそれがいろんな条件重なって30、30%だったっていうだけなんでああ、でもなんかその、ほとんど起こりえないけど、いきなり地震がとか、社長が暗殺されましたとか、本当に予想外なことって、ごくたまにあるじゃないですか。はいはいはい。そのなんか、行財の社長が射殺されるみたいな、そんなあるみたいな。そうすると、その30%もなんかちょっとドキドキにならないですかそれが起こった時に 例えばそれがトヨタだったとしたら、それが起こっても、まあ、半分にはなんないだろうみたいな計算が立つわけですよ。ああ、そっか。そうです、トヨタだったら別に社長がなんとかとか、なんか不正がすごい不正してたっていう、とはいえ半、半値にはならないわけですよ、でかすぎると。となると30、30%張ってても、最大リスク15%だよねとか。ああ、そっか、確かにベンチャー企業だと、社長が死ぬといきなりガタガタになりますけど、トヨタなら。 まあ社長にたまたまなんか病気とか何かあっても、他の人優秀だから大丈夫っしょみたいなそうですね、なので、そういう計算のもとだから、大型株だからとか、いろんな条件入れて、もうそれでも30%しか入れれないぐらいの感じですかね。あー、なんかそう,そう考えると、僕、やっぱあの基本ビビリなんまあまあ、もちろん僕もあの最初、デイトレード上がりだから、ビビりだけど、まあ、いろんな経験していって。 それれぐらい広げれることがでできただけけなんですけどでち,ょちょっと今、<ー>あと、これあの、急遽僕、携帯でやってるんですけど、充電、うん、つないでるんですけど、どんどんパーセントが減ってるんですよ、ね、<laughs> 大丈夫ですか、<laughs> ちょっとあと何分ぐらい持ちそうっすかもう5%になってるんですけど、<laughs> ちょっとこれ、うん、あの充電のやつがたぶんちっちゃいからちょっと、ちょっと変えていいですか。<laughs> はいどうぞどうぞ、じゃあその間、僕、一人で適当にやってるんでいい、一外、はい、ても大丈夫ですよ。 いや、だから株ができる、そのなんか株のためにこれで絶対勝てるよねっていうふうに考え、うん、で上がるは考えられても、も適正価格がわかんないんですよね。要は、あの、この額まで上がるだろう。で、どれぐらいでこう下がるだろうとか、っていうのが読めないので、なかなか難しいなと僕自身は思ってしまうんですけど、いや、だから株で勝ってる人の、その、 まあでも板を読む能力なのかなと思うんですけどいやあの僕、その,あのお金に関してとか、運に関して、ギャンブル運がないっていうのに自覚があるんですよね。なので、実力勝負とかだったら、僕、全然いけるんですけど、やっぱあの投資とかって、僕じゃなくて、じゃ日産だったら、日産の社員さんがどう頑張るかだから。 なんかお金を払った僕がいかに頑張りたいと思っても、僕が賛成できることはゼロじゃないですか、そこの焦燥感があるので、なので、やっぱりなんか、自分にはかけれるけど、他人にかけるっていうのが、いまいちちょっと向いてないっていうのがあるのかなと思うんですけど、あどうですか、10円のほ、はい、うは。一応、なんか10円のやつ、でかいやつに変えたんで、はい、このあとはこの5%がどう推移していくかを見, <laughs> 見守りたいと思います。よかです